どうもです、中島あゆみです。ディレクターのサイです。カメラマンキャリーです。おい、はい、というわけで、はい、静岡2日目ですね。ですね、はい、快晴、微風、すごいですね。最高のお天気です。いい天気ですね。こちらには富士山も、これすごいですよね。いや、日常の風景の中に富士山、めちゃくちゃ富士山が、ね、そうそう、すごいな。今日はどこへ行くんでしょうか。今日はですね、はい、大井川鉄道という、まあ、SL が走っていたりとか、そう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 、山間部走っていたりっていう、うん、SL って蒸気機関車ってことじゃない、黒いやつですよね。そうです、そうで す, そうです。はぁ、トーマス号なんかもあったりとか、はいはいはい、トーマス号、トーマスはもう蒸気機関車ですもんね。そうなんですよ、鉄道会社なんですね、奥大井湖上駅っていう、はい、湖上、そうなんです、ダム湖がありましてね、はい、ダム湖の上を鉄橋が走っているっていうところがあるんですよ。またちょっとそそりますね。はぁ、それに CX8 ですよ。そうなんです、今回はですね、はい、CX8 のクリーンディーゼルモデルということでね、はい、1日目のアップダウンを全部こなしていただきまして、うん、はい、はい、とても快適な大きい車に3人で贅沢なドライブとなっております、はい、まずは奥大井湖上駅を目指してレッツドライブ。完璧。していくような感じになって、なるほど、はい、北に、そうなんですよ。伊豆はね、ずっと南の方に行ってたんですけど、うん、はい、やっとこの峠の終わりが見えてきました。はい、長かったですね。結構登りましたよ。高速降りてから、はい、峠道に入って、はい、いやー、山、いやー、がっつり越えましたね。越えましたね。峠というか、もう完全に山でしたね。川はずっと横に走ってますね。そうですね。で、この川をまたぐ感じになりますから。ここを左。はい。はい、あーらー。また京温泉。温泉もあるんですね。また京温泉。でもいい橋ですね。あー、そうです、ね、川目湖。これ大井川なんですって。これ。あー、これが大井川。これか。はい。結構幅の広い。あ、ね。なるほど。へえ。お水がね、すごい少ないですね。うん、まだね、そういう時期じゃないかもしれないですけど。うん、確かにね。あ、ちょうど下にほら線路が走ってますね。どこ？え？あ、この橋の下を。あー、本当だ。で、これを右ですね。はい。これか。はいはい。へえ。だから大井川と、うん、この鉄道の線路を並走するような感じでね。なるほど。ちょうどね、線路は川の真横を走ってるんですかね。うん、すごく低いところを川をこう渡って渡ってこうクロスしながらこう走って。あ、うわあ、あの吊り橋もすごいな。あ、渡ってらっしゃいます。渡ってらっしゃいますね。で、川沿いの今向こう反対側のところを線路があったんで、電車が向こうを走るんでしょうね。うわぁ、なんかここも、あ、映えそうですね。こんな釣り橋が。茶まあ、静岡ね、お茶、いや、本当にね、名産地なんで、あの、ちょっとスペースあるとね、お茶の木が植わってるんですよ。確かにね、茶畑がね、ちっちゃくてもあるんですよね、はい、そうなんですよね。でやっぱ斜面でもね、しっかり日が当たって育つから、もう斜面に広がる茶畑ってやっぱ趣きあります ね, ね。で、今ちょうど新芽の時期らしくて ね, いいね。わー、川が、あー、トンネル抜けたら開けて、開けてきました。砂田峡って書いてありましたけど、やっぱ峡谷っぽいですね。ずっとこう渓谷沿いに、はい、
また川を渡りますね。ここでまた一瞬線路沿いに、ね、はい、並走する感じですね。あ、本当だ、線路が。本当にだから線路とこの川をまたいだりくぐったりしながら、うん、そうですね、一緒の方向を走ってるっていう、不思議な感じ。面白い。右手ですね。はい、夢の吊り橋って書いてあるところがちょっと気になります。本当だ、奥大井湖上駅5キロ。あ、5キロまで来ましたね。また川を渡りますね。本当に橋が、うん、うわー、綺麗、すっごい綺麗な、綺麗なグリーン、うん、あ、ここにキャンプ場とかもあるんですね。あ、お、へー、階の斜面がね、あ、あれ席じゃないですか。あ、これ、そうですね、あ、これ長島ダムですか。これダムですね。あ、ダムですね。ダムを、でも車でその上を渡れる感じになってますね。本格的にダムはこっちでしょうね。そうですね、ここはせき止めてる。あ、見てらっしゃる方いますね。本当だ、見れるようになってるんですね。結構見れるところがたくさんあって、ありますね。そうそうそうね、等間隔に、うん、まあなおさらね、これの方が、これもまた橋なんですね。うわー、広い、右側にダムが、なんかちょっと駅が出てくる雰囲気ないんですよね。そうですね、どんどんここに列車が走ってるっていう、そうそうそう、そのイメージがないのよ。でももうあと3分ぐらいなんですよね。トンネルに次ぐトンネルですね。ダムからだいぶ離れてあれあれ、うん、だいぶ山に、あ、ちょっとね、下にちらっと今一瞬、そう、鉄橋が見えたんですけど、あ、そうか、だいぶ下の方に見えた気がしたんで、うん、結構下まで降りないといけないってことですかね。一応ね、ナビ上では、うん、もう、到着してることになってるんですけど、だからそろそろなんか、その、なんか看板とか出てきてくれたらね、いいんですけ ど、ね、通り過ぎてないことを祈る。あ、ここ P って書いてるな。そうですね、あ、あれ P ですね。はいはいはい、これ、ここに車を置いて、そうですね、ここに歩きなさいってことですよね。そうですよね、多分桜が咲いてる、これ何だろう、両サイド、これ何だろうね。一旦ちょっと待ってね、ここじゃないよね、ここじゃないんですよ。ちょっとね、もう時間がやばくなってきてるので、うん、通り過ぎてるね、駐車場、はいはいはい、通り過ぎてるね、奥古城駅自体は向こう、あの、駐車場まででも16キロありますよ、奥大井古城駅駐車場まですごいな、なんかここ歩いて、そうですね、渡って向こうをちょっと行けるようになってるんですよね。でちょっとね、俺セッティングがあるので、はい、僕だけ先下ろしてもらっていいですか。了解です。よいしょ、いや、よいしょ、よいしょ、よいしょ。この古城遊歩道、ここが撮影スポットになります。ちょっと楽しみですけどね。ドローンも回し始めます。浅井さんと中島さんは駅のホームで、僕はレインボーブリッジの展望所という、これどれぐらいあるんですかね、200-300m は確実に離れてますよね。うん、浅井さん聞こえてます。来た、はい、あ、来ましたね。今なんか、お、来た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 、汽笛が聞こえましたね。来ましたね。来た、すごいすごい。でも
もう当分階段いいです。だってもうちょっとここに来てますもん。あ、お疲れ様です。君は向こうでドローンを飛ばしてたキャリーさんじゃないですか。ドローン操縦士ですね。そうですよ。いや勝手に僕レポートしてましたけど、どうでした？ええ、なんか変に混戦して気持ち悪かったです、はい、浅井さんだけが2人の言葉を、ね、そう聞いて聖徳太子をしてたんで、はい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 、私の話にもリアクションが薄くてあれちょっとね、はい、せっかくなんで SL 行きますか、はい、行きますか。今からだったらなんとかまた間に合うんじゃないかなっていう。はい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 、ちょっとまた、ね、そうですね、まあ、安全運転しながらですけど、はいすね、ちょっと SL をね、はい、そうですね、動く SL をもう見たことないんですよ、さすがに、ね、あの展示してるの見たことあっても、うん、動いてるの見たことないんで、いやかなり貴重なんでね、はい、ちょっと行ってみましょうよ。行ってみましょうか、はい、はい、よいしょ。さあ来ました、来ました。千頭駅ですね。千頭駅ですね。 SL を見に、うん、ね、けどね止まってるんですよね、もうね。あ、そうなんですよ。先頭からの蒸気が出てるのすら私初めて、和太鼓のこれ、おー線路ね、これはまた違う線路なんですね。マイカーのお客様へ本当だ、千頭駅。へー、あー、すごい、すごいですね、この音。うわー、はあ、すげー、本物、すごい煙ね、水蒸気だけどやっぱちょっと黒かったりするんですね。あのライトすごいですね、ヘッドライト。いや、これはすごい、これはすごいぞ。もうあの匂いが、ね、石炭を燃やしてる匂いがします。中がすごい、何が何になってるか分かんない。いろんなレバーがあったり、いろんな機関があったり、メーターがあったり。あ、手動なんだ。ギリギリまで近づけて、あとは手動で。すごいすごい、もう何もかもに、わあ、真っ黒な煙が出てる。維持することにそうどれだけのパワーがいるかっていうね。いやすごかったですね。いやちょっと感動しましたね。あ、本当にちょっとうるっときそうなぐらいのなんか感動がありましたね。それに対するね、はい、皆さんの情熱みたいなものを。SL がこの千頭駅をこの後出発するということで、はいはい、なんかね、まあ、そうですね、スポットがあるらしいんですよね。そうなんですよ、いろいろ、はい、フォトスポットが、フォトスポットとか、あと車でね一緒にちょっと走りそうな、はいはい、お SL より先回りして、そうですね、はい、はい、行きたいと思います、はい、待ち受けたいと。そうです、待ち受けていきたいと思います、はい、思います。
けで、はい、大井川鉄道さんの本社があります、はい、新金谷駅の前におります、はい、いい駅ですよね。いや先ほど聞いたら、ね、この駅舎大正15年、大正15年もう大正最後の年に堪能しましたね。なんかこう、うん、静岡のイメージって、はい、まあ、お茶と、うん、やっぱあの海辺のイメージ、うん、大室山だったり、はいはい、まあ、鉄道もそうですけど、うん、山の方にね来たことなかったんで、すごい新鮮でした。ちょっとうるっとくるぐらい、うわかっこいい。本当にあの感覚に訴えかけてくるタイプでしたね。本当にね、良かったですね、うん、良かったですよ。でこちら車で来て、はい、そうでそこから SL に乗って、うん、楽しむっていう楽しみ方を、うんうんうんね、パーク&ライドというやり方があるって知って、あ、そう、じゃあ、はい、まだ終わってないんですね。ここから神戸に帰ります、はい、帰るんですけど、それもね、はい、あの初めて今回新東名を使いまして、うんうんうん、私、はい、あんなに楽ちんで快適な高速道路があるのかと。そうですね、あのぜひね、はい、使ったことない方とか東にあんまり行ったことない方って多いと思うんですけど、意外と快適に行けるんで、ぜひ一回あの新東名使って静岡にお越しいただければと思います。はい、はい、CX8 クリーンディーゼルと行く静岡編でした。はい、またありがとうございました。いい駅だな、青空だな。